売れるか売れないかは客次第で。自腹買いだが大ヒット。利益が大事で。友人が大量買いしたので大儲け。客の評価が。ネットを埋め尽くす第3尾は動員、その成果として。ゴジラっていうのは、それはあなたの主観でしかない。で、反論は？それでなんで売れないんだ。なんであんたは買わないんだ。ネットのカウンタ数値、それも低く人々の評価もなく、ただ孤独につぶやいてる一般人の言葉とは、正しいのか？本当に、この状態、だったら、状況は危険、だ。利益性を完璧に無視して自分の独裁性で突っ走る後には、まるで高濃度の放射能で汚染されたような、不毛な荒野しかない、のかもしれない。もちろん、見た目は違う。古い、黄昏の火竜度、その、最後のマスターは誰？神様は俺だ。そんな場所の、暴走。更新はされた。